熊野神社、熊野神社、は、熊野三山の祭り神の、完成を受けた神社である。同名または熊野社、熊野社、湯屋社、出屋社、十二所神社、十二所神社、十二所神社、など類人の、社名の神社が全国各地にある。熊野神社は熊野三山、熊野元宮大社、熊野側玉大社、熊野名友大社、の祭り神を、完成された神社のことである。熊野系の勢力や有力者による総祖野の寄進、熊野崎たちの活動により全国に熊野信仰が広まったことにより、熊野三山の祭り神を完成した神社が全国に成立した。熊野三山の祭り神たる熊野権現は、その主祭り神である熊野三所権現だけでなく、十二所権現をも含んでいる。熊野三山の祭り神を完成するといった場合、三所権現のいずれか一つの、神ないし三神のすべて、または十二所権現のすべてないし若宮の実を完成する場合や、九十九王子の中でも、重要な五体王子を完成するものもあり、それらすべてを含めて熊野神社とした場合、その数は三千余に達するという、1、有史以前からの自然信仰の聖地であった熊野、紀伊国室郡に成立した熊野三山は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての、中世熊野系における皇族、貴族の参詣によって、信仰と制度の上での確立を満たし化しながら、中世熊野系を担った平安京からの参詣者は、後鳥羽上皇をはじめとする平安京の皇族、貴族と上皇陣営に加勢した熊野別当家が、昇級の乱において没落したことによって、院の参詣は実質的に終焉し、貴族による参詣も13世紀過ぎまでのことであった。代わって、昇級の乱以後の鎌倉時代には、新たな参詣者層として、地方の武士が登場し、15世紀頃には、一般民衆が最盛期を迎えた室町時代から戦国時代にかけて、熊野山領の総園からの収入が減退したことが、熊野崎たち、都市の発達を促し、熊野崎たちの活動が全国に及んだことで熊野信仰の伝播は一層促進された。熊野神社の全国的な分布を知る基礎資料となる研究は数点が知られている。広く用いられているのは名友山宮司の松井美幸が調査したもので、熊野名友大社編さんの熊野三山とその信仰に熊野三山五分として収められたもので、各社の社格、社名、祭り神、鎮座地といった基礎情報を修正したものである。これに次ぐのは堀一郎が明治。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。